このテレビの裏に、電源ボタンがあったんだよね。パワー。これを押すことによって、画面に何かが。なんだこれ。下の黒いシルエットからして、花瓶かな？消す。なぜに消した？まあ、花瓶に生えてる花びらの数で計算するって感じかな？あ、つまり当てね。どうしたの？あの壁ドンコインくんにはちゃんと存在意義があったんだ。よかったよかった。けどコインを出す意味はないよね。う、かわいいからセーフ。さて、花びらの数を計算してかないと。あ、アベル計算できる？2桁までなら余裕でいけるぜ。雑魚じゃん。え？まずは青足す白だね。確か青が5で白が3だったよね。つまりそれらの数字を足すと。8だ。計算遅っ。5と3を足す作用に考える時間なんている？深読みしすぎちまったぜ。何をだよ。それで、次は赤引く青だね。赤が7だったから、答えは2だ。え、へへへん。そうだねー。すごいねー。それで次が黄色だから4。あとは適当にパパッと計算をして、1と7。だから、数字は824177になるってことだ。素晴らしいね。素晴らしいわね。うすうす感づいてはいたんだけどさ。何？俺って探偵の才能悪くね？ないでしょ。いやでも少しくらいは。ないでしょ。ほんのわずかな希望ぐらいは。ないでしょ。そうだったのかー。なかったのかー。これってあれだよね。あのお地蔵みたいな人の暗号だよね。ビンタする順番かな？なるほどなるほど、これはわかりやすいね。後でビンタしに行こうか。あ、私の役目ね。お好きにどうぞ。よし、さっきの数字打ち込もうか。ふう、変人が出てくるから心の準備しとかないと。もう出てくる前提なのね。そりゃまあ。ねえ？開いた。開いたね。うわぁ？まさかこいつは、エビゾリくん？なに、知り合いだったオチとかやめてよね。なんかドヤ顔なところが腹立つな。この子、かわいい。動いてるところがさらに可愛いんだけど、お持ち帰りいいですか？え、僕ですか？お前なんかいらん。ひどい。暗号がわかればこの子持ち帰れそうだよね。アベル、何が何でもこの暗号を解くのよ。絶対よ。命に変えても、あ、それは嫌だな。とりあえず、他のところ調べましょ。はーい。ではこの黒い扉。パンダとおっさんパンダだ。略しておっぱん。略さなくていいから。あれはほっといて、こっちから調べよう。パソコンのモニターだよね。セーブ入りまーす。あ、今私たちデスクトップ持ってるから、これを置くんじゃ。おー、そういうことね。そういうこと。ビンゴ。このパソコンのフォルダにグヘヘな画像あるんじゃ。アベル？アベルは健全です。そりゃもう純白なほどに。あくーん。この暗号、まだ解けなさそうね。なら調べるところはあと一つしかないんだけど。嫌な予感しかしないんだよな。絶対ヤバいやつなんだよな。けど、こいつらがもしかしたらキーマンかもよ。おいなんだこの見るからに怪しいわ。だっはっはっは、ざまあみやがれおっぱんども。嫌なんだよこの装置。何々はさわさどいうこと？ドッキリエンド？あ、まんまと騙されたってわけね。この顔腹立つ。ちくせう。あと二つボタンあったんだよね。絶対押す意味ないと思うけどな。ほい。じゃあ。なんだこれ。もう一つほい。よしゃー。パンダが天井に突き刺さる光景なんて、生きてるうちに見れるんだな。なんで押したんだよ。好奇心に負けちゃった。はぁ、あ。こいつだね。こいつね。とりあえず叩くやつー。で、さっきの壁に書かれてた順番通りに叩けば何かが起こるってことだろうね。よし、私に任せなさい。やっちゃってください姉さん。姉さん言うな。まずは左に一発。ナイスビンタ。そして右に二発。ナイスビンタ。休むことなく左に二発。えげつねえ。そして最後に右に一発。うぎゃ？ワンダフル。キモい。じゃあおっさんから生み出されたこのドライバー、ありがたくもらおう。絶対汚い。というか真ん中のとこから出てくるんじゃないのかよ。おっさんにも事情ってもんがあるんだよ。そんな叩かないであげて。仕方ない。このマイナスドライバーを使って、富士山ショボーンのところが開けられるようになるんだよね。ああ、唯一の癒しを見れるのね。このガラスケースを開けると、このショボン顔、とりあえず書いとけば可愛い感あるよね。じゃあ俺もショボン顔になれば？あ、アベルは例外で。そんなー、てか、こけしと暗号を発見したんだが。こけしは謎だけど、このアルファベットはさっきの動くショボーンのところだよね。おそらくね。こけし。こけしだね。うん、アルファベットのところ行こうか。今の時間何？さて、アルファベット忘れた。早いよ。NXOZ ね。おじいちゃん。おじいちゃん言うな。よし、行くぜ。あれー？え、どうかしたの？何も起きないんですが。けどアルファベットは合ってるはずなのに。名探偵やてね、助けてー。
右の点が気になるんだよね。点あ、どうかした？俺じゃわかんねえ。じゃあ黙っとけよ。特に機能してないそのアホで引っこ抜くぞ。ふえー。これさ、反対なんじゃないかな？そうなの？さっき富士山の中見たとき、この点が X の横にあった気がするんだよね。点なんてなかったと思うけど。おじいちゃんは黙ってて。う？これでいけるはず。あいたー。あてね。ん？俺はお前を信じてたぜ。そっかそっか。ありがとねー。気持ちがこもってないぞ、ふざけるな。とりあえず、しょぼーんちゃんゲット。お持ち帰り成功だー。それでこれ、しょぼーんちゃんをセットするのかな？うおー。あー。癒される、最高だね。しょぼーんとしょぼーんの組み合わせは神？はっきりわかんだね。こけしだ。こけしだね。しょぼーんちゃん並みに可愛いぜ。それはない。ペチペチしてて可愛い。一家に一匹欲しいな、この猫。で、このゲットしたこけしを横のところに組み込むんだよね。そうそう。順調だぜー。そしてこけしのターンはやってきた。ありがとう、こけし。感動シーンだぞ。ほら泣けよ。泣くほどの思い入れがなかったことが判明。悲しい。で、謎のキューブ手に入れたみたいだけど。これか。ところどころにあるんだよね、これ。ほうほう。なるほどなるほど。理解できてないんだよねー。なぜバレたし？赤のスペード。頭の隅に入れとこうじゃねえか。そして散歩歩けば忘れると。鶏、チキン。頭が。冗談はさておき、これ多分、パソコンに映ってたやつだよね。そうだと思うよ。つまり、四つのくぼみにはめ込む必要があるんだね。やってきますか。ゴーゴー。ここは、緑のひし形。こっちは青のひし形。最後に黄色のハート。ハートって、いやー、照れますなーてねー。何がだよ、病院行ってこい。まあ、これで全てのシルエットは出揃ったわね。疲れたー。疲れたねー。では、さっきの通りに合わせていこうか。大丈夫？何のマークだったか覚えてる？バカにしやがって、覚えてるに決まってない。ないのか。冗談はさておき、揃えていこうか。どこからどこまでが冗談なのよ。これでいける。なんでなのー？順番これで合ってるの？どこにも順番の情報がなかったんだよねー。言われてみれば。青、黄色、赤、緑。ぬ。あ、なるほど、なるほどね。ははは。どうしたの？とうとう頭おかしくなっちゃったの？失礼ね、アベルと同じにしないでよ。コインだコインだー。それで、何がなるほどなの？ほら、手持ちのカードキー、そこに答えがあるのよ。カードキー？あ、色の順番が書かれてる？そうそう、多分、その通りに並べたらいけるんじゃないかな？やってみようか。やってみよう。頼む、成功してくれ。来たこれ。またお米パラダイスだ。何かの取ってだよね。もう、可愛らしい顔してるんだから。可愛いってなんだっけ？そういえば、青の部屋に取ってがない棚があったような。お、なら早速行ってみようか。ラジャー。これだね。これね。あ、開けたら変なおっさんが出てきるわー。鍵だ。これきっとあれだよ。出口の鍵だよ。ついに脱出できるのか。なんだか名残惜しいね。いや、まったく。そっかー。ここの扉だね。行くぞ、パスカーン。終わったー。ねえ、なんで最後におっさん犬持ってきたの？なんでなの？まあ癒し枠なわけだしね、多少はね。癒されないわ。あと、このゲームの脱出エンドで、完全な脱出エンドなるものがあるらしいんだよね。完全な脱出エンド？出口を開けた状態で、違うところを探索すると。探索すると？まあそこは知らないんだけどね。なんだよ。あ、テレビ画面が変わってる。これが何かの暗号になってるってことなんだよね。そういうこと。音量バー？見えなくもない。あ、下に矢印があるってことは、お地蔵のおっさんを殴る順番なんじゃ？先に言われたか。わかってたかのように言うな。それで、どっちが右でどっちが左なんだろ？そこは適当でいいんじゃない？適当。何よ？いい響きだなって。さっさとしやがれ。はい。右ビンタ、左にレンビンタ、からの右にレンビンタ、左。出たー。もうなんだっていいよ。そうそう、これがあれば完全脱出ができるんだよ。確かに、アイテム全部制覇したわね。最高だぜー。ってなわけで、脱出しますか。だね。やったぜー。完全、脱出。どうだったあてね、楽しかったでしょ？まあ、おっさんたちは置いとくとして、
かなりやりごたえのある脱出ゲームだったね。だよねー。んじゃ、また面白そうな脱出マップあったらやろうね。おっさんは NG で。おっさんがかわいそうだ。